まあ、全員賛成でなくてもですね、おおむね賛成できるような、形にして、提出できればなというふうに思っています。コクスポのあり方に疑問を呈し、見直し議論のきっかけを作った全国知事会長の村井知事。全国の知事を対象にしたアンケート結果などをもとに、会として意見に一定の方向性をつけ、大会を主催する日本スポーツ協会に伝える考えを明らかにしました。まあ、大きな意見を書いた上でですね、こういった意見も、まあ、ありましたと並列で書くこともよくあるんで、そういう形の取りまとめにどうしてもなるんではないかなというふうに思います。すでにほとんどの知事がアンケートに回答済みで、村井知事はさすがに廃止すべきという意見はなかったが、大幅に見直してほしいというような意見が出ていたと述べました。意見提出の時期については、日本スポーツ協会の求めに応じて決めることにしています。